私塾月仙女学館。みのりと遊ぼう。いってらっしゃい。ここが半蔵学院ですね。しかしこうも簡単に侵入できるとは。前任の学校のくせにセキュリティが甘いようですね。残念。そんなことありません。あなたたちが侵入したのはちゃんと気づいたもんね。威張って言うほどのことではありません。別に気配を消していたわけではないので。あなたは忍びみたいだけど、半蔵学院に何の用？私の名はユン。私塾月仙女学館を束ねております。私はアスカ。半蔵学院の選抜チームの一員だよ。アスカさん、今日は半蔵学院に学園祭を申し込みに来ました。え？学園祭？そんなに構えなくても結構ですよ。今日はあくまでご挨拶に伺ったまでですから。なんじゃつまらんの。出し惜しみはいかんぞ。出し惜しみは。この声はちっちゃ。とうとう始まるんじゃな。史上初、同じ前任同士の戦いが。姿を見せなさい、この変態老人。変態老人、ひどい言い方だけど、事実だから返す言葉がないよ。ユミちゃん、そんなにわしの姿が見たいか？どうやらわしの魅力にメロメロのようじゃの。ふざけないでください。そうだよ、じっちゃん、ふざけすぎだよ。アスカさん、私に同調しないでください。別に同調したわけじゃなくて、思ったことを言ったまでだよ。わしがユミちゃんの前に姿を現すのは、この間の決着をつける時じゃ。その方がドラマチックでいいじゃろ。なるほど。それならばグズグズしている暇はありません。皆さん、半蔵学院とは今ここで白黒つけることにします。はーい、祈りいっぱいいっぱい暴れちゃおう。え、あんなちっちゃい子が忍びなの？どう見ても子供みたいなのに。失礼な、祈り子供じゃないもん。だってわさびとか少し舐められるし、ブラックコーヒーだって飲めるもん。ブラックコーヒー飲めるの？うん、お砂糖とミルクをいっぱい入れればね。お砂糖とミルクを入れればひばりだって飲めるよ。だいたいそんなのブラックコーヒーじゃないし。やっぱり子供みたい。また言った。だってひばりちゃんの方こそ子供みたいなくせに。ひばりは子供じゃないもん。子供だよ。子供じゃないもん。ひばり、
同じレベルになってるぞ。だったらどっちが子供か戦って決めようよ。いいよ、望むところだよ。ひばりちゃん、泣いても許さないんだから。鎮魂の夢に沈むの。ひばり、大事なの。鎮魂の夢に満足。メイクバッチシ。いってらっしゃい。漢字財宝卒業人般若原見た辞書剣語雲海空洞一切空訳。
漢字財宝札行事はんにゃはらみたじ証言語雲海空洞一切空役。俺の名は黒髪。この世界には憎むべき闇があり、倒すべき悪がある。闇を滅ぼし悪を倒したければ俺と来い。黒影様、怒っているのにどうして悲しそうなの？シキ、怒りの正体は悲しみなのだ。怒りに心を囚われている限りは悲しみが消えることはない。漢字財宝札行人般若波羅蜜多時証券語雲海空洞一切空役。チョリース、君が野牛人かな。そうだ、お前は誰だ？あたしはシキってんだ、よろしく。てかヤギウチ、その眼帯超かわいいんだけど。ちょうだい、その眼帯ちょうだい。何を言っている、あげられるわけないだろう。理由を言う必要などない。ふん、まあ、いっか。じゃあ、ぶっ倒してもらっちゃうね。その方が手っ取り早いし。ふん、取れるものなら取ってみろ。欲しいもんは必ず手に入れる。これ、あたしの常識だし。んじゃ、行くよ。鎮魂の夢に沈むっきゃないね。野牛、前しの
鎮魂の夢に邪魔をするな。なんてね、お前にかまってまだだ、まだだ、まだだ、ゴーさらば、まだだ、逃がすか、まだだ、向かい抜く、行けるか、ここで、まだだ、ここで痛いもの、そっか、そういうことね。戦って分かったよ。その眼帯、秘伝忍法の力を封じてるんだね。私、こう見えてもマジに勉強してんだよね。それ、鬼の目って言うんだっけ。自らの願いを特殊な眼帯で封じることによって宿る力でしょ。なかなか物知りだな。ギャップ萌えするっしょ。んじゃ、そういうわけでその眼帯もらうね。触るな。なんだのこの気は。この眼帯は特殊なものではない。どこにでもあるただの眼帯だ。嘘、鬼の目を宿すには特殊な眼帯が必要って習ったよ。そんな話はどうでもいい。あくまでこの眼帯を狙うというのなら相応の覚悟をしてもらうことになる。ふーん、いろいろ分かんないことがあるから今日のところは見逃してあげる。でも次に会った時はその眼帯必ず手に入れるからね。気がしてました。いってらっしゃい。イカルガだな。
何をジロジロ見ている。以前どこかでお会いしてませんか。そのお面見覚えがあるのですが。我に面識はない。お前とは今日が初めましてだ。そうでしょうか。思い出しました。財閥の交流パーティーでお見かけしたんです。綺麗なドレスなのにそのお面をかぶってて。そんなものはどこにでもいる。いませんよ。どんなパーティーでもお面を外さない伝説の御令嬢。私も実際に見るまではただの都市伝説だと思っていたのですが。知らん。確か大老財閥の御令嬢だったと思います。そうですよね。知らん。いいえ、間違いありません。面をつけたままでダンスをし、周囲の者のつま先というつま先を潰し、最後にはシャンパンタワーに突っ込んでお尻が丸見えになった大老財閥の御令嬢。それが村雲さん、あなたですよね。やめろ。思い出したくもない。やっぱり今のは違う。そんなに否定されるのならそのお面剥がさせてもらいます。させぬぞ。無楽の鎮魂の夢に沈む任務開始。気にさせてみろ。怒りが舞い忍びます。いざ鎮魂の夢に舞い散る。
やすい。口ほどにもない。間違いないのに、頭隠してお尻隠さずの村雲さんのはずなのに。だからそれはもう忘れろ。確かに我は大老財閥の者だ。だが今は月仙の忍びとしてここに立っている。どうして、なぜあなたのような人が。それをお前が言うか。事情などそれぞれに存在するものだ。確かにそうですね。村雲さん、あなたが大老財閥の方なら一つ聞きたいことがあります。貧民街の都市再開発計画はご存知ですか。もちろん知っている。でしたらお願いです、あの計画は中止してください。あそこに住む人たちは他に行く場所がないんです。お前がなぜ貧民街のものを心配する。それは私の友人の故郷が貧民街なのです。その友人はまだ開発計画のことは知りませんが。なるほど。しかし敗者が勝者に要求するのは道理に反する。我に何かを要求したければまず我に勝つことだ。おっしゃる通りです。返す言葉もありません。では話はしまいだ。さらば。おそらく何かの手違いでこんな評価になったのでしょう。そうでなければこんな評価ありえません。